おお、いいカサゴじゃないですか。おお、カサゴちゃん素晴らしい。はい、今日はですね、こちらのカサゴですね。こちらはスカイブルーさんが釣ってくれたんですけれども、磯に行って初めてスカイブルーさんジグサビキやったんですけど、まあたくさんいろんなの釣れて、最後の方にね、みんな小物が下の方に落ちたのをタッチして、ボトムギリギリのところをねトントンやってたら、こいつがかぶりついてきたということで、まあ、こちらいただいたんで、今日のメニューはサラドで、皿うどんと言ったらですね、やっぱり長崎をイメージするんですけれども、僕長崎行った時にね、やっぱりちゃんぽん食べたいなって言って、ちゃんぽん食べたり皿うどん食べたり、まあそうした思い出があるんですけれどもね、どうもよく調べると、最初はね皿うどんっていうのがなかったみたいで、ちゃんぽんしかなかったみたいなんですよね。それで出前の人がね、やっぱり汁が出前の時こぼれちゃうんで、これをなんとか改良したいって言って、できたのがこの片焼きそばを使って皿うどんだと聞いています。はい、今日はですね、こちらのカサゴちゃん、お野菜とシーフード皿うどんになりました。で、ね、こちら春雨なんですけど、まあどうなるかお楽しみ。さあ行ってみましょう。早速さばいていく。はい、カサゴをさばいていきますけれども、丸揚げですんでね、さばき方が違います。まずは鱗取りからですね。これは一緒ですね。しっかり鱗を取ります。はい、次にお腹を割りますね。この辺は同じですね。こちら、まあ普通に背中から包丁入れていくんですけれども、油が中に染み込むように、まあこういう感じで、丸揚げの時はね、こういう風にやっておくと非常に火が通るんでね、いいですよ。丸揚げの時はエラを取ってね、ハサミがエラ取りは一番ですね。簡単に取れますんでね。ちなみにこれね、めちゃくちゃ気に入ってるドリンゲンのね、フィンリングのハサミ、めちゃくちゃ切れますよ、このハサミ最高。丸揚げのカサゴになります。はい、さばいたカサゴはしっかり水気を取っておきますね。さあ、キャベツのざく切りからいきますね。クラゲもね、ものすごく栄養ありますんでね。さあ、カサゴの尾をあげていきますんで、下ごしらえでまず塩パラパラ、塩両面に塩をしていきますね。そして片栗粉、今日は片栗粉をまぶしてあげていきますね。しっかりね、こちらの背中の奥まで片栗粉でしっかり、頭まで今日はねカリッとね、まず頭からね、こういう風にね、頭をしっか
り上げてますよ。方を作っていきますよ。油を引いたフライパン2人前ですね。ドサッとね、野菜をまず炒めていきます。はい、エビの出汁を大さじ2杯 250cc で作ったものですね。はい、こちら豆乳、お醤油を大さじ1杯、砂糖、隠し味で小さじ1杯投入します。野菜がちょっとしんなりしてきたら、ちょっとシャキシャキ感も残したいんで、こうやってね、取っちゃいますね。取り置きしておきますね。ここに芝エビ投入、ドカーッとね、入れちゃいます。うずらのゆで卵、2人分ですからね、結構量ありますよ。いい火が通ったところで、片栗粉大さじ2、水が大さじ2ですね。はい、火を止めて、そして入れていきます。まあ、混ぜながらね。はい、これで餡の完成です。はい、こちらのシャキシャキした方の野菜をまず盛り付けていきますね。うわ、美味しそうですね。上を平らにして、ここにそこにカサゴが乗ります。うお、これは金のシャチホコみたいですね。はい、最後にですね、飾り付きはほど揚げました、アルサメですね。熱いんでね、カサゴくんに傘をかけてあげます。はい、カサゴの傘付き皿うどん完成です。一食いきます。傘をまず外して、これもね、片焼きそばと一緒にね、うん、食べられますよ。ではいただきます。この辺から、うん、伊勢海老の出汁のあんと絡み合って、うん、とっても美味しくなってますね。カサゴいきますね。今日はね、このカサゴのためにシーフードでやってみましたんでね、エビとこちらの小エビと伊勢エビの出汁、いやー、カサゴ美味しいな。見事にこのパリッパリの麺とカサゴの海の麺味がマッチしてね、本当に美味しくなってますね。はい、完食です。野菜たっぷりでとっても美味しかったですよ。今日も美味しさバズが、いやー、美味しかった。カサゴくんに傘をかけてあげます。